新たに出たエギオチューンヘッド、このエギのアタッチメントのヘッド、通常重くするタイプが多かったんです。でもヘッドで浮力を持たせたヘッドで軽くして、よりシャローエリアを攻められる。現場でベーシックタイプのエギがシャローに変わるんです。で色もこの輝度の高いオレンジ、黄色、イエロー、ホワイト、夜光の3タイプなんで、例えばこのダーク系のブラックやブルー、こういったモデルってサイトフィッシングがものすごく使いにくいんです。目でエギの位置がなかなか視認しにくい。でもヘッドをつければこのヘッドのパートがサイトカラーに変わるんで、暗い色のエギでもサイトカラーに変えることができるんですね。だ沖の岩周り、海藻帯、通常のベーシックでは根がかってしまう、引っかかってしまうような、そういった浅い水深でもしっかり攻めることができます。でかつエギステアル、エギオライブサーチ、エギオライブ K、 どのタイプにも装着することが可能です。タイプは 1g と 1.5g、 3.5g、 3.5 につけたとしたら 1g で約ベーシックとシャローの中間の約 4.5 秒、マイナスの 1.5g を使用すればほぼシャロータイプと同じ沈下速度になります。例えば欄干をしていてコンパクトに荷物をまとめたいとき、シャローはこれ以上入れきれないな、ベーシックだけでケースがいっぱいになってしまう、そういったときにこのケースにエギをチューンヘッドを持っていれば現場で即座にシャローチューンが可能です。ぜひお試しください。